今ね、とても SNS とかでこう悪口を言うファイター、まあ、こういうのをね、目指してる選手が多くなっちゃってるんですけど、コメントいただければと思います。直樹選手、お願いいたします。そうですね、まあ、この間のザ・マッチに僕は選ばれなくて、こうライズ代表として、出れなくてすごく悔しい気持ちと、まあ悲しい気持ちと、まあ、イラつきといろいろな、感情が混じってたんですけど、まあ、こうライズ代表として、こう必要とされてないのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、こういう機会、チャンスをいただいて、まあ、しっかりとライズ代表として、世界にライズチャンピオンの強さを、見せつけてこようかと思ってます。そうですね、まだちょっと対戦相手の映像をしっかりと、見れてないので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、頑丈そうな、やっぱパワフルなファイターという見た目はしてますね。どういうふうに考えてる？めちゃくちゃ不安ですね。かなりの、やっぱり、最後ね、向こうで体重調整、まあ、本当に湯船があるのかどうかもわからない、サウナがあるのかどうかも、ちょっとよくわからない、近くに。まあ、どういう食事があるのかもわからない。なんかもう、何が何だかわかんない状態で行くので、まあ、本当に、まあでもこれもなんていうんですかね、経験っていう風に終わらせないように、俺は勝ちに行くので、本当にしっかり勝ちに行きますね。そうですね、本当に日本からの応援がめちゃくちゃ力になりますので、ぜひ応援していただきたいのと、やっぱりこの今後、ライズファイター、今のライズファイター、そして今後ライズファイターになる選手にこう先駆者となって、こうチャンピオンだったらこう世界に戦えるんだぞっていう、今ね、とても SNS とかでこう悪口を言うファイター、まあ、こういうのをね、目指してる選手が多くなっちゃってるんですけど、まあ、こう今からね、登壇される、各選手たちも、まあ、対戦相手の悪口を言うような選手、まあ、そういう選手いなくて、まあ、本当にトップ中のトップっていうのはこうしっかり相手を尊敬して、それで強さを見せつける、まあ、こういう選手ばっかだと思うんで、まあ、これからのライズファイターはこうしっかりと本当に強さで世界に証明していけるような選手になってほしいっていうのを、こう僕が先駆者となって証明したいと思ってます。なんで応援よろしくお願いします。